新未来の本田哲也です。じゃあ今からねボトルキャップチャレンジしていきますよ。海外のねこすいやつみたいにね緩めたりしません。全然これ緩くないです。めちゃめちゃきついです。長友見てる？めちゃめちゃきついよね。香川証人が2人いるんで、これでボトルキャップチャレンジやっていきます。ドルトムーンと本田哲也です。食べ物で遊ぶのはダメで、飲み物で遊んでいいんか。一回考えよう。いや無理ですね。こんなのザックキングが編集してるんじゃないですか。